音符、ティエさん音符ありがとう、かわいい、ありがとう相変わらずスピンですが、学会婦さんサックスありがとう、ソファー変えた、いやここ自宅だから高野さん結婚していつもありがとう、学会婦さん、だるま、ヨウトウさん音符、イケビスさん音符、キヨニーさん花ありがとう、今日は超久しぶりにカラオケする、そうカズミの配信、え、見たよ見たよ、見ました、あ、ファンの方にお礼してたりしてたよね、ヨシミさん音符、カッピさん音符、レギュルさん音符ありがとう、ウェイチンさん音符、ミカエルさん音符ありがとう、え、今もやってる、もうやってないかな、必要で逃した、え、明日もするから大丈夫、課題はあと2教科あと2教科、日本史と体育です、体育は簡単だと思うから日本史頑張る、世界史はさっきボラした、デクトラさんハート、ヨシミさん音符、エイティンさん音符、ウマちゃん音符、オカッピさん音符ありがとう、そう、え、そう、リエチがさ、そうカラオケ配信してて、なんかカラオケ配信ってどうやってしたみたいなことを聞いてくれてね、昨日かな LINE で、そうそう、それでイライラ教えたんですね、カラオケいいよね、久しぶりにする、私も、ナスちゃん、お、これ何、何、守りたい、この笑顔ありがとう、え、この掛け軸みたいなギフト可愛いよね、ありがとう、ポムさん音符、サックスありがとう、課題いちごにじゃなきゃない、いや、いちごにももうやってもらってるんよ、本当に申し訳ない、今月も終わるけど、配信終わった後の2時間で頑張りますそう、七並べ、え、対戦できたね、3回目の時かな、ありがとう、4位かと思ったら、あの他の方だけど忖度してくださって3位になれてよかった私七並べね苦手なのかもしれない、前まで得意だと思ってたけどダメだ、勝てない、そう、かすみんラスト配信よね、そう、それもあるし、メールも送りたいから、今月は最後だから、え、かすみんって22時までやるかな、かすみんも同じ学年だからさ、まだ22時までしかできんから、どうだと思う、22までやるかな、りさこも確か12時最後の最後までやってたよね、おそらくやってくれると信じて、私は57とかに終わろうと思いますで、かすみんの配信を聞きながら今月末のメールをね送ろうと思いますって感じで、今日は私はカラオケをしたいと思います、珍しく、超珍しい、何ヶ月ぶりって感じ、今年、今年度4月からやってないかもしれない、そう、配られたカード決まってると思う、え、そうなの覗いてた、あ、そうなのね、ねえ、かすみん、いや、同い年のね、同期が、同い年、同じ学年の同期が私とかすみんだけだったから、もう寂しい、この間さこさんとお会いした時に、同い年ですよねって、かすみんとまた3人で成人式のはずだけど2人になっちゃいましたねって言いながら、そう話したんよ、寂しい、4期生ちゃんで同じ学年の子が入ってきてくれたら嬉しいですって感じで、今日は珍しくカラオケをしましょう、何も歌いたい曲とは決めてないんだけど、どうしようかな、でも最後は桜の花びらたちやりたいな、やっぱり今日はかすみ最後の日だからね、そう、寂しい、悲しいな、うーん、どうしようかな、じゃあでも時間があんまないんだよね、どうしようかな、迷うなそう、そうなの、アイドもさ歌ってた、いいね、私も歌えるかな私泣くないって言われて泣いちゃうからさ、やばいやばい、じゃあなんか3期生って感じの、勝手に今頭の中でだけど瀬戸利くんで3期生って感じのね、流れにしてみようかな、もしかしたら時間があれだから、そう、途中できるかもしれないけど、じゃあまあ今日の瀬戸利の何て言うんだろう、題名は3期生って感じの瀬戸利です。ゆうたりたつはねこのカラオケ入ってないから寂しいんだけど、そう、なんか STU の今まで3期生がねやってきた曲で、私の中で印象が強い、その4月から順番に歌っていこうと思います。まあ4月って言ったらこの曲ですね。
5月か、あれはお披露目4月、分かんなくなっちゃうけど、まあもう1月からですね会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、君に、自転車全力でペダル漕ぎながら坂を登る、風に膨らんでるシャツも今がもどかしい、やっと気づいた本当の気持ち、正直この道を走れ、好きならば好きだと言おう、ごまかさず素直になろう、好きならば好きだと言おう、胸の内さらけ出そうよ、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、君に、どんどん溢れ出す汗も拭わずに素顔のまま、木漏れ日のトンネル、夏へ続く近道さ、そんな上手に話せなくても、ストレートでいい、自分らしい生き方で生がお披露目された時に3期生だけで出させていただいた曲ですね。この曲はこの間やった7周年のツアーの前座でもさせていただいて、私はね、あの今日で活動終了しちゃうかすみとも一緒にそうあのツアーを回ったから前座が思い出しますね。私なんか会いたかったの、そう待って、言いたかった、言いたかったことちょっと忘れた、会いたかった時言いたかった、やばい、そう、あ、思い出した、サビの誰よりも大切だから振られても後悔しないが、あれはまあ多分恋愛とかっていう、まあ、恋愛の曲、振られてもだからなんだけど、私は大切な人って思うとなんか最近は同期のことを思い浮かべること、もちろんファンの方とか家族とかお友達も思い浮かべるけど、今日はすごいなんか同期の特にカスミンとかナーミョンとかのことを思い浮かべました
大切な人がねえ、もう一緒に活動できなくなるのは寂しいけど頑張ります。じゃあ次の曲、まだ泣かないよ泣かないよ。言いたかったこと、そう、大切な人ですね、動機は。そう、振らないからね。そうだよ、みんな私を見捨てないでよ。じゃあ次の曲に行こう。あれはよいしょ、同期のこと今思い浮かべてた、気づかないで。なんか気づいたら大切な人って今同期が思い浮かんだ。大好きだね同期。じゃあ次はこの曲かな。よし、あ、次はこの曲ですね。この曲はお披露目でも披露、あ、待って、この前に一個やりたい曲あるけど、あの曲あるかな。あ、でも私やりたい、ここで入れたい曲があって、夢力をやろうと思ったの。でも今入ってなくて、そう、カラオケのお店に行ったらあるけど、夢力はね、お披露目の一部の一曲目が夢力で、しかもそれのね、センターが夢力って、フォーメーションがこういうなんか三角の、なんて言うんだろう、あの、なんて言うんだ、ピラミッドみたいな感じで、そのこの細くなってく方が前のセンターとして立ってるんだけど、センターがねカスミンだったから、歌いたかったけど入ってなかった、悲しい。じゃあお披露目でもやったし、 STU 祭でもやらせていただいた3期生がこの曲を歌います。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか。ただがむしゃらに勇気たとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンス遠ざかるもの。太陽は沈み星は輝いて明日の背の道を照らすよ。次はあやばい、意外と時間がない。生きることはペダルを踏み続けること。誰も苦しいものだ。自分のためだと答えは出ている。どんな道のりも人生だ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急
な坂道は続いてる、もっともっと先へ。はい、2曲目はペダルとシェリーと来た道と3期生でやった覚えがすごい強い曲ですねこの曲歌詞もすごいいいよね。なんか共感できる部分が多くて大好きな曲です。うん、あとどうしよう、2曲くらいいけるかな。それか短めに切ってもいいな。でもできればフルで歌いたい。どうしよう、じゃあ次の曲に行こうかな。次はでもうわー、まだまだやりたい曲いっぱいあるのに、もっと早く始めればよかった。どうしようかな、どうしようかな。でもやりたい曲がいっぱいあるんよ。でも時間がないからな、どうしようかな。シティの曲でいこうかな。うん、この曲にしようかな。確かにまた次またもできるし、じゃあこの曲をしようかな。でこの曲して桜の花びらたちやって終わろうかな。もっと本当ね、思い出してよかったとかツアーでやったしやりたかったけど、そう、いやー、花台とかもねお台場でやっとできた曲だからやりたかったけど、ちょっと時間がないので、まあ、かすみに向けてもあるし、ツアーとかでもやったこの思い出の曲を歌って桜の花びらたちはやって終わろうかな。どうしよう、じゃあこの曲サビ1サビ終わりまでで何なのかやっとわかった。君のためならば我慢できるよ。突然さよなら僕から告げたのはどこか不安げな背中を押したくて、大好きな人涙が止まらない。待って、時間がないから、じゃあ次の曲をして最後にします。わあ、なんかやばいやばいね、泣いちゃうやばい。もうこの曲を歌うまではちょっと頑張ります。いやー、でもあー寂しいな。これをやって終わろう。この曲ちょっと長いよね。5分ある、やばい。これやってすぐに壇上読んで終わります。最後この曲、もう泣いてる、あ早い7周年の差で先輩方がやってましたね最後はこの曲です。
教室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー、授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える、それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね、その背中に夢の羽が生えてる、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日の自由と勇気をくれるわ、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる、新しい世界のドアを自分のその手で開くこと。あ、めっちゃカズミに合うやんこの曲。何サビ無理。喧嘩して電話して泣いたことあったね、悩んだ日がなぜか懐かしい、喜びも悲しみも振り向けば道のり、どんな時も一人じゃなかった、卒業写真の中私は微笑んで、過ぎる季節見送りたいさよなら、涙の花びらたちが花花、この方流れ落ちて歩き出す、青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちが花花、思い出のその分だけ美しく、目の前花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日の自由と勇気をくれるわ、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる、新しい開くことを、ラストは涙の花びらたちが花花、この方を流れ落ちて歩き出す、青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちが花花、思い出のその分だけ美しく、目の前の大人の階段一緒に登って手を振ろう、ありがとう、聞いてくれて感謝。大谷時間が来ててやばい、どうしよう、みんな誕生日を明日って、最後にかすみの配信だけ見送っていきたいから、誕生日明日でもいいですかね、
いいですかね。パパッとベル送ってパパッと最後にかすみのあと2分しかないやばいの配信を見ようと思います。ごめんなさい誕生日明日するのでぜひ明日来てください。最後に誕生日だけちょっとスクショだけしといて、よいしょよいしょ、 OK です、ありがとう。また明日読むので明日も来てください。私は最後にかすみの配信見てきます。みんなもよかったらこの後かすみのとこ行ってきてください。ありがとうバイバイ。見てくれてありがとうバイバイ。7月もよろしくね。